日程第二、日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の締結について承認を求めるの件。日程第三、デジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件。右両件を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。外務委員長松本剛明。議題となりました両件につきまして、外務委員会における審査の経過および結果をご報告申し上げます。日米貿易協定は我が国とアメリカ合衆国との間で農産品および工業品を対象とする物品の貿易を促進するための法的枠組みについて定めるものであり、日米デジタル貿易協定は我が国とアメリカ合衆国との間で円滑で信頼性の高い自由なデジタル貿易を促進するための法的枠組みについて定めるものであります。両協定は本年10月7日ワシントンにおいて署名されました。両件は去る10月24日本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、外務委員会に付託されました。本委員会におきましては、同月30日に茂木外務大臣から提案理由の説明を聴取し、11月6日に質疑を行い、7日には農林水産委員会及び経済産業委員会との連合審査会を開会いたしました。8日及び13日にさらに質疑を行った後、質疑を終局し、15日に討論の後順次採決を行った結果、両件はいずれも賛成多数をもって承認すべきものと議決した次第であります。以上ご報告申し上げます。両件につき討論の通告があります。順次これを許します。後藤祐一君。国民民主党の後藤祐一です。立憲民主、国民、社保、無所属フォーラムを代表して、ただいま議題となりました日米貿易協定、デジタル貿易協定に対し反対の立場から討論を行います。冒頭一言申し上げます。桜を見る会に800人以上もの総理の関係者が出席していたことは、公的行事の私物化、税金の私物化そのものであります。その前夜祭に関し、安倍総理は昨日、総額を示した明細書はないと発言されました。一体誰がどうやってホテルと交渉し、総額を確定したんでしょうか。旅行会社はホテルとの交渉は行っていないことが明らかになっています。明細書は過去にはあったが、廃棄したということなのでしょうか。ホテル側には明細書が残ってるんではないでしょうか。また仮に赤字が出ていたとすれば、公職選挙法違反の疑いがあり、黒字だとしても収支報告書に記載すべきであり、政治資金規正法違反の疑いがあります。明日予定されております内閣委員会において、安倍事務所の会計責任者とホテルの担当者の参考人招致を求めておりますが、自民党はこれを拒否しております。説明責任をどう考えておられるのでしょうか。安倍の河井大臣の辞任に関し、11月6日の予算委員会でこう述べておられます。政治活動については内閣あるいは与党野党にかかわらず、一人一人の政治家が自ら襟を正し、説明責任を果たすべきものであります。ぶら下がり会見などではなく、明細書など必要な文書を提出した上で、予算委員会の場において一人の政治家として
安倍総理には説明責任を果たしていただくよう強く求めます。本協定案の審議においても説明責任はおよそ果たされておりません。以下その反対の理由を順次申し上げます。まず第一に、自動車への 25% の追加関税が本当に回避できたかどうか不明な点であります。安倍総理とトランプ大統領の間、茂木大臣とライトハイザー代表の間のやり取りを示していただかないと追加関税が回避できたかどうか確認できません。大統領選挙を来年に控え、焦っていたのはトランプ大統領であり、日本側が焦る必要はなかったはずであります。にもかかわらず追加関税という脅しに屈してしまったというのがこの交渉の実態ではないでしょうか。第2に、アメリカの自動車関税の撤廃が獲得できなかった点であります。今後の交渉について当初はさらなる交渉による関税撤廃と意訳的に誤訳し、意図的に誤訳し、その後ホームページ上でこっそりと関税の撤廃に関してさらに交渉と修正しました。最初の和訳は嘘の説明だったんじゃないでしょうか。アメリカが関税撤廃を納得した上でいつ下げるのかがこれからの交渉ということなのか、それとも関税撤廃自体アメリカはまだ納得していないのか、一体どちらなのかと何度茂木大臣に聞いてもすれ違い答弁を繰り返すばかり、説明責任の放棄であります。第三に、約9割を自由化しなければならないとする WTO ルールに違反する疑いが強い点であります。アメリカの自由化率 92% から自動車関税撤廃分を除いたら何パーセントになるのか明確に答弁しません。世界の通商ルールは何でもあり、であります。例えば牛肉のセーフガードについては基準数量自体もセーフガードを打つたびに基準数量が上がっていくことも TPP 合意の範囲内とする当初の約束違反であります。また日米貿易協定の付属書1には、アメリカ合衆国は将来の交渉において農産品に関する特権的な待遇を追求すると明記されています。今後の第二段階の交渉において新たに農産品の市場開放しなければ自動車関税の撤廃は勝ち取れない構図になってしまったのではないでしょうか。第5に、農林水産品への影響試算がいい加減な点であります。農林水産品への影響額約600億から1100億円という試算は十分な対策を講じるので国内生産量は一切減らないということが前提になっています。いわばそうあってほしいという大本営発表とも言うべき数字であります。しかも対策とは包括的な FTA ではないという説明でございますが、包括的ではない FTA ですかという質問に答えておりません。今回物品とデジタルが別の協定となりましたが、今後サービス、投資、著作権など個別に協定を結ぶのでしょうか。1年前に FTA ではないと虚偽の説明をした茂木大臣の責任は重大だと考えます。第7に、日米デジタル協定に関し国内法たるプロバイダ責任制限法との関係についても疑問がありましたが、わずか9時間21分という審議時間が不足していたのは明らかであります。この審議時間のほかにも外務委員会における審議の仕方に問題がありました。合計9つの資料提出が理事会で求められたにもかかわらず、実質的な資料提供は1つもありませんでした。すれ違い答弁の繰り返しで質問時間を浪費する茂木大臣に対し、松本委員長は聞かれたことに答弁するよう促すどころか、時計を止めずに時間稼ぎに加担、私の質問終了時には委員長として不適切な発言をなさいました。大変残念であります。桜を見る会も日米貿易協定も政府が説明責任を果たさず、与党がこれに加担する、国民が知りたい事実は明らかにならず、国民の政治に対する期待は下がっていく、国会は何のためにあるんでしょうか。さて、本日で安倍政権は第1次、第2次合わせて2886日となり、歴代最長の桂太郎政権と並びます。
そのこと自体には敬意を表しますが、桂制限の最後に何があったか総理はご存知でしょうか。第三次桂内閣は長州藩出身の藩閥政治であるとして国民世論の批判が高まり、明治から大正に変わって半年後の大正2年2月5日、私の地元相模原市緑区又野で生まれた尾崎幸雄代議士が桂太郎内閣弾劾決議案の趣旨説明を行っています。この桂太郎総理に対し、常に玉座の陰に隠れて政敵を狙撃するがごとき挙動を取っているのであると批判。その15日後に桂太郎内閣は総辞職、いわゆる大正政変が起こり、時代は大正デモクラシーに向かっていくわけであります。玉座の陰に隠れているとは申し上げませんが、予算委員会を開きもせず説明責任を逃れようとする安倍総理を強く弾劾するとともに、同じく説明責任を果たしていない日米貿易協定、日米デジタル貿易協定に反対を申し上げ討論といたします。ありがとうございました。鈴木紀一君。自由民主党無所属の会の鈴木紀一です。私は与党を代表してただいま議題となっております日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定の締結について承認を求めるの件、およびデジタル貿易に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、賛成の立場から討論をいたします。まず日米貿易協定については、日米双方にとってウィンウィンかつバランスの取れた協定になっていると考えます。日本の農林水産品についてはすべて過去の経済連携協定の範囲内となっており、これまでの貿易交渉でも常に焦点となってきた米は調整品も含め完全除外となったほか、林産品、水産品、さらには TPP ワイド関税割当対象の33品目など全く上記をしていません。過去のさまざまな経済連携協定の交渉があるたびに、全国の農林水産業者の皆さんが心配の声を伝えるために農繁期にもかかわらず何度も上記され、現場の不安の声について意見交換をしてきました。そのたびにもう二度と現場の皆さんにこのような思いをさせてはならないとの思いを強くし、議員活動に当たってきたところでありますが、今回の協定の交渉にあたっては交渉開始前に生産現場の不安を解消するメッセージを出した上で交渉にあたり、結果を出したことについて率直に評価をすべきだというふうに思います。本協定の署名以降、私の地元山形県の農業関係者の皆さんとも断続的に意見交換をしてきておりますが、その中では特に心配をしていた米が除外となったことについて、米の主産地として一安心の声が多く聞かれ、その上でこれまでの経済連携協定への対策をさらに前進させることにより、国内農林水産業の体質強化を図り、若い世代が安心して農林水産業に取り組める環境の整備をしっかりやるべきとの意見が多数あります。和牛や日本酒、焼酎等の対米輸出についても、また工業品についても、日本企業の輸出関心が高く貿易量も多い品目を中心に早期の関税撤廃削減が実現することとなります。特に自動車及び自動車部品については、協定において関税撤廃に関してさらに交渉することで合意をしているほか、日米の首脳閣僚間で米国通商拡大法第232条に基づく追加関税を発動しないこととし、数量規制のような管理貿易的措置も排除されています。また厳しい原産地規則など保護主義的でグローバルサプライチェーンを歪めるような措置を幅広く排除した点でも大きな意義があると考えます。今後我が国の人口減少が進む中では、アメリカを含む世界の成長するマーケットを取っていくことが
国内産業の発展には不可欠です。世界第3位の GDP を占める日本と、世界第1位の GDP を占める米国、この2カ国で世界の GDP の約3割を占めておりますが、本協定が発効することで、これまでに発効した TPP11、日 EU-EPA を加えれば、世界経済の約6割をカバーする自由な経済圏が、日本を中心として誕生することになります。現在、踏み出し、国と国との間に鋭い対立をも生み出す心を目的としているものであります。本協定の締結により、今後拡大が期待されるデジタル貿易が日米間で一層促進され、両国間の経済的な結びつきが強固になることを通じ、両国間の貿易が安定的に拡大し、ひいては自由で開かれた国際経済の発展につながることが期待をされています。本協定はまさに、これからの時代の経済を牽引するデジタル貿易のルール作りにおいて、日米両国が主導的な役割を果たしていく基盤になるものでもあり、本年6月の G20 大阪サミットにおいて立ち上げられた大阪トラックの推進をはじめ、デジタル貿易に関する国際的なルール作りに向けて、我が国が引き続きしっかりと対応していく上でも意義があるものと考えます。最後に、アメリカを相手に、国益を最大化するために守るべきは守り、攻めるべきは攻め、粘り強く交渉に当たられた茂木大臣をはじめとする交渉担当者の皆さんに、心から敬意を表するとともに、農林水産業の生産現場の気持ちに寄り添ったさらなる国内対策をお願いし、これらの協定の締結を速やかに承認することについて、議員諸君の賛同を求め、賛成の討論を終わります。田村貴昭君。私は日本共産党を代表して、日米貿易協定および日米デジタル貿易協定について、断固反対の立場から討論を行います。まず桜を見る会で問われているのは、安倍総理が内閣の公的な行事を私物化し、850名に上る地元後援会を招待し、まさに国民の税金を使って買収を行っていたという疑惑であります。しかも安倍晋三後援会が主催した前夜祭の収支を政治資金収支報告書に一切記載していないことの違法性は明白です。これに対して総理は8日の参議院予算委員会で招待者の取りまとめに関与していないなどと述べましたが、その後次々に発覚した事実と疑惑から逃げることはもう許されません。安倍総理が速やかに予算委員会に出席し、疑惑に対する説明責任を果たすことを強く求めるものであります。日米貿易協定は5ヶ月という前代未聞のスピードで、交渉内容も経過も国会や国民に一切秘匿したまま合意されたものであり、すでに発効している TPP11、 日欧 EPA に加えて日本側の関税非関税措置を縮小させ、農産物の市場開放自由化を一層もたらすものです。しかも政府は野党が求めた協定の審議の前提となる資料の提出を拒み続け、国会軽視、国民無視の姿勢を露骨に示しました。にもかかわらず、わずか11時間の審議で採決を行うことなど許されません。安倍首相は本協定を日米双方にとってウィンウィンの中身になったと誇示していますが、その実態は日本が72億ドル分の米国産農産物の関税を撤廃、削減することを認める一方、米国は日本製自動車や
同部品の関税撤廃を見送りました。日本の一方的な譲歩であることは明白です。特に状況表に自動車関連の関税撤廃を明記したと嘘の説明までして国民と国会を欺こうとしていたことは極めて重大です。政府は本協定が TPP の範囲に収まったと主張しています。しかし TPP はもともと輸出大国や多国籍企業の利益を最優先し際限のない市場開放を推進するもので TPP 水準でも大問題なんです。本協定は米国産牛肉の関税率をすぐに TPP 参加国と同じ税率まで引き下げます。加えてその税率での輸入枠を TPP とは別に設けました。しかも輸入量がそれを超えると即座に低関税輸入枠自体を拡大するための協議をする規定まで盛り込んでいます。米国を特別扱いする TPP 合意は明らかです。政府は本協定の発効で実質 GDP を約 0.8% 押し上げるとしています。しかしこの試算は継続協議となった日本製自動車や同部品の対米輸出関税の撤廃を見込んだ架空の計算です。そうした試算でも国内農産物の生産額が最大1100億円減少すると見込まれています。特に大幅な関税削減で熾烈な価格競争を強いられる畜産農家は大打撃です。九州のある肉牛農家は将来が不安で後を継がせられない。北海道のある酪農家は米国産チーズは日本よりずっと安くやめざるを得ない農家が出てくる。養豚農家は今でも採算ギリギリだと。これが全国の農家の声です。本協定が離農を加速させ食料自給率をさらに低下させることは必至です。日米共同声明は本協定の発効後関税や他の貿易上の制約サービス貿易や投資に関わる障壁などで交渉を開始するとしており文字通り日米 FTA につながるものです。日米デジタル貿易協定はまさにその先取りであり独占的利益を追求する米国の IT 企業を保護する協定に他なりません。日米 FTA 交渉は直ちに中止すべきであることを強調し討論とします。杉本和美君。維新の杉本和美です。私は日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定の承認の件について賛成の立場から討論申し上げます。貿易交渉では現在及び将来の国益をど真ん中に据えて過去の反省を生かして最大限を獲得し最小限を譲歩するという要請があると理解しています。もちろん各国とも地理的歴史的背景がある中、交渉の分野ごとに事情があり、かつ政治的な事情を抱えていることは自明の理であります。外交は相手があることで、かつ相手側が強烈な攻勢を有する場合もある中で、交渉当事者への信頼と付託をして、冷静沈着でしたたかな国と国の交渉を委ねているわけで、単なる是か非かだけで評価することは難しいものであると理解しています。その上で、今時日米貿易協定及び日米デジタル貿易協定交渉を鑑みると、日米安保を背景とする最大の同盟国の米国との交渉であることは大前提であります。一方、過去の日米自動車交渉や日米半導体協議などの教訓を踏まえているかを再点検してみると、十分に教訓と生かされていないと言わざるを得ない点も見受けられます。
茂木大臣は今次交渉後の状況を試合は一度終わり次なる試合となると評されました。すなわち次なるステージは発行後4ヶ月で開始されること、次回以降は双方が話し合い合意の上に分野が決まるとのことですが、今次交渉した物品分野から知財、サービスや金融などの分野へと交渉が広がることが予想されます。また今次交渉で積み残しとなったと解される自動車および自動車部品の関税削減の時期の明確化は必達で宿題とも言えます。また今後の交渉においては過去や今次教訓が行政当局自体、またポリティカルアポインティである政治家の総理大臣をはじめ所管担当大臣に十分に周知徹底され、交渉相手に言質を与えないしたたかな交渉が必要であります。今次協定の交渉は政府が評するようなウィンウィンという高い評価はしがたいのですが、次なるステージ以降において過去のまた今次交渉で共通する反省すべき点や教訓を生かしていくこと、また宿題は完遂することを強く求め、合わせてデジタル貿易協定においてはマルチのステージを展望することと国内法整備を早急に行うことを強く求めて筆記を賛成することといたします。これにて討論は終局いたしました。両件を一括して採決いたします。両件を委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって両件とも委員長報告のとおり承認することに決まりました。日程第4、公立の義務教育諸学校と